人間関係の悩みあるある。そういえばこの間花子ちゃんが式部の陰口言ってたよ。え、そうなの？うん、そういうことはわざわざ聞きたくないな。聞きたくないことをわざわざ教えてもらった時の心のモヤモヤ感。そういえば中学生の時にみんなでキャンプに行ったじゃん。めっちゃ楽しかったよね。うんうん、めっちゃ楽しかったよね。またあの頃に戻りたいよね。え、そのキャンプ私誘われてないんですけど。自分だけ誘われていない時の思い出で盛り上がられた時の疎外感。そのバッグ1万円するんだ。いいブランドでしょ。うん、自分のご褒美に買ったんだ。いいでしょ。うんうん、私のバッグは10万円したんだけどさ。自分のバッグを自慢したかっただけか。何かしらマウンティングしてくる人。しきぶちゃんお待たせ。めっちゃ真似してない？持ち物をあからさまに真似された時の嫌さ。そういえばあの間彼氏と旅行に行ってきたんだけどさ。へえ、全然興味なさそうだな。人の楽しい話には全然興味を示さない人。最近全然彼氏とうまくいってなくてさ。なんでなんで？相談乗るよ、聞かせてよ。逆に人の不幸話にはめっちゃ興味津々な人。私たちって親友じゃん？私たちって親友だっけ？特に親友とは思っていなかった人から親友発言された時の戸惑い。友達以上恋人未満の相手がいる人はあるある。式部、彼氏できた？いやいや、全然できる気しないし。いや、俺も全然だよ。じゃああれだな、年取ってお互い独身なら結婚しよっか。確かに、それありだね。こんな約束しがちだが、結局どちらかが先に結婚しがち。二人って本当は付き合ってるんでしょ？ない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 。いやいや、マジで付き合ってないから。周りからは付き合ってると勘違いされがち。いやいや、大使マジウケるだろう。仲良くなりすぎて逆に恋愛に発展しにくい。やったね、ゲームクリアしたし。私もやってみようかな。一緒のベッドで寝ても一線を越えることがない。式部、本当は俺恋愛感情めっちゃあるんだけどな。今の関係が壊れるのが嫌すぎて告白できないけど本当は付き合いたい人。大使と一緒にいるのはすごく楽しい。でもあいつと付き合うとかは考えられないな。今の関係が一番いい。逆に今の関係を壊したくないため相手から告白されたくない人。紹介するよ、俺の彼女のあけみ。はじめまして。あ、こんにちは。彼女できたんだね。よかったね。マジか。急に相手が恋人を作って内心ショックを受けがち。大使、彼女できちゃったか。なんか嫌だな。相手の恋人からやきもち焼かれがち。ママ友あるある。あの男、来年家建てるらしいわよ。そうなんですね。てか注意しないのかな。自分の子供に注意しないときストレスたまる。お母さん、誕生日プレゼントもらった。あら、そうなの？マジか。またお返ししないとじゃん。お返しとかを考えるのがめんどくさい。気をつけてね。はーい。てんてんてん。あのママとは気が合いそうな気がするな。あの子とうちの子仲良しにならないかしら。気が合いそうな保護者の子供と自分の子供が仲良くなってくれないかなと心の中で思いがち。旦那さん、消防なんですね。あ、はい、そうですけど。何してんの？もしかして花子さんが言いふらしてんのかも。仲のいいママ友だけに話していたことを他の保護者が知っていた時の裏切られた感半端ない。この間担任の先生のデート現場目撃しちゃったのよ。あら、そうなんですか。早く帰りたい。井戸端会議からなかなか帰れない時の辛さ。私はママ友作りませんオーラを放ってる人。そこそこそこ、わーい。この人苦手だけど子供のためだ、仕方ない。子供同士仲いいが親同士は気が合わないことが多い。これから20年後。今度また家族同士で旅行行きましょうや。いいわね、行きましょう。あれに親友ができる。親友がいない人あるある。一緒に買い物行こうね。うん、絶対行こう。ナーゴン、
私はあなたを親友だと思ってるんだけど、間違いないよね。仲良しな友達はいるけど、その人から親友と思われているか自信がない。でもなんだか申し訳ないしね。もう、しきぶちゃんったら、私たち親友なんだから心配しないでよ。親友って思ってくれてたんだ。親友と言われると驚く。オラジョ、付き合ってください。よろしくお願いしましょう。親友はできないけど、恋人はすぐできる人。友達500人のうちに本当の友達は何人いるんだろう。広く浅い友達付き合い。ある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 。あなたと共感し合いたい。ある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 。家族が親友。それでは2人組を作ってください。どうしよう。花子を組もう。オッケー。2人組作ってとか言われると嫌だ。もう何もしたくないし、クソだり。もうしっかりしなさい。言ってもないわよ。あんた友達の前でもそんなことしてないでしょうね。するわけないじゃん。てかできないよ。自分の本当の性格を出せるのは家族だけ。しきぶちゃんは結婚式の友人代表誰にしてもらうの？そうだな。ちなみに俺はノブにお願いするけど。やべえ、いないかも。結婚式の友人代表を頼む人がいなくて悩む。